いらっしゃいませーあどうもタバコっすか25番はーいニコはーい今日早っすねえいつも来てくれてますよね覚えてますよてかいつもタバコ出してるじゃないっすか 確かにってな、まあそれ変なのまあそっちからしたらコンビニなんていろんなとこにあるし店員なんて覚えてないかもしんないですけどうちの店駅近いわけでもないしお客さんって少ないっすよ特に常連さんなんかだからまあ覚えてますすいませんなんか話しかけて。 うん、これもはいええー、社会計が1300はいうん、雑談っすかうん、いや別にいいっすけどお客さん他にいないし暇だしこの時間 あのって話しかけた割にないっすか話したいことというか私から話しかけちゃったからなんか気まずくて振ってくれたみたいな感じっすか一切気にしなくてえな何すかいきなりいや嫌とかじゃないっすけど あんまり人に面と向かって、綺麗ですねとか言われることないじゃないですか。私、見た目ギャルだし。から、え何って。いや、まあ、ま、ああの、そういう目的で声かけてくるやつとかは確かにいるるっすけど、お兄さん、そういう感じじゃなさそうだから。ほん、本当に思ってくれたんかなとか思って、えってなっちゃった。 お兄さんも覚えててくれたんすね私のことまあ収録ぐらいで言いますしね私うんああフリーターっすようん特にやることもないしみたいな就活とかはまあめんどくさいしかな そんなな心配しなくていいっすよ本当に大した理由ないっすなんか入りたくもない会社に第一志望ですってそういうの疲れただけなんで贅沢なんでしょうけどねやりたいことやりたいっていうのはやりたくないこととかやりたいことが分かんないうちにここって決めてまあお金のために生活のために働くのが大事ってのは分かるんすけどなんか 違うなーってって思ってフリーターしてるんすけどコンビニバイト楽しいなーみたいな <laughs> なんか暗い話し出ししちゃったけど正社員にならないかって言われてるんすここのコンビニのなんでマジ大丈夫私接客好きなんで <laughs> 本当っすよまあ あまりハキハキはき喋れるわけじゃないしあれっすけど人のタバコとか覚えの得意だし結構常連さんと仲良かったりするんすよ <laughs> あのそっちが先にどうぞいいっすって 迷惑じゃなかったら連絡先んいや迷惑とかじゃないっす嬉しいです私もお兄さんのこと気になってたんでお兄さん先月かもっと前ぐらいに走り回ってるクソガキに スーツ汚されたじゃないですかそうお菓子持って走り回ってた子に「なのにお兄さん怪我してないか?」って心配してその母親謝りもしなくて「なんだこいつ」って思ってたんですけど他の人に迷惑かけちゃダメだよって子供にちゃんと注意して私はあの母親に対して「は?」ってキレそうになったけど。 お兄さんは「育児大変ですよね」って優しい言葉かけててああいい人だなって私も視野狭かったのかもしれんってちょっと思ってお兄さんからしたらそんな大層なことじゃないかもしれないけど私からしたらすごいなって思うことだったんすそっから気になって見てたんで連絡先マジで嬉しいっす よかったらご飯とか行ってくれたらなぁなんて思うっすけど嫌じゃないっすかよかったありがとうございますはいこれからよろしくお願いしますう <laughs> ん私の方の用事ああさっき言いかけたことっすか あえっとお会計お願いしていいですかお金払ってもらってないんではい雑談は全然いいんすけどはい1350円ですはい2000円お預かりしますはい <laughs> あはい気をつけて帰ってくださいもう遅いんで天気悪かったしはいまた今度 ありがとうございました。